はい、今日はですね、国政会学院、今全国で約100名いらっしゃるんですけども、その皆さんの研修がこの土日でありまして、実は明日もやるんですけども、3日間の研修がある中で、せっかく全国からですね、多くの皆さんが集まっていただくということなので、リレー演説会をやりましょうということで、党員の皆さんから提案がありまして、私も、それに少し参画させていただくという形で、この場所に立っています。今何人かの、すでに候補者になる国政会議員の皆さんの、思いを聞いていただいたと思いますけども、皆さん何をお感じでしょうか。ついこの間までそちら側で聞いてらっしゃった方々です。本当におそらく賛成党がなかったらこんなところには立たなかった方々ばかりだというふうに思います。そういった方々が賛成党というものがあるんだったら、自分たちもその場所で自分たちの思いをですね伝えていこうということで、今一生懸命ですねスピーチの練習をしたり、街頭でビラを配ったりしながらやってくださっている、そういうこういった方々でみんなで運営しているのが参政党の今の実情ですね。今地方議員の方々が140人、約140人です。そして国政会議員約100人、そういった方々を中心に今私もまあ議員ですから240人ぐらいで、みんなで全国で声を上げています。我々がどういったことを訴えているか、もうね今皆さんがいろいろお話になったと思うんですけども、参政党には3つの主要な政策があります。1つは教育、そして食と健康で、3つ目が国を守るという、まあ国防を含めたですね国守りという政策を訴えていますね。我々が教育ということを一生懸命訴えている、それはまあ私もそうなんですよ。小さい子供がいる候補者もすごく多いです。国政会議員も多いです。だから本当に子供たちの未来を考えているというのがあるんですけども、教育って子供だけのことじゃないんですよ。私実は今日午前中国政会議員の皆さんに、ちょっと研修の講師をさせていただいた後、家に戻って本を書いていました。まあ書くと言ってもある程度できたものを、まあ、今遂行してるんですけども、それはですねこの間通常国会で私が当時浜田防衛大臣に見せたですね、戦前1941年だったと思います。大東亜戦争始まる年ですね。あ、日米戦争始まる年ですね。1941年に内務省が国民向けに渡している、そういうですね資料なんですよ。でとにかく戦争っていうのは人が戦うことだけじゃないんだよと、情報戦というものがあるんだと。でそれはもう本当にすごくオープンな形で、ね、もう皆さんの日常の中にそういった情報戦というのは繰り広げられていると、それとどう向き合うかっていうことがこれからの戦い、戦争とかで、ね、戦っていくのに一番大事なんだと、武器とかの戦いよりも大事なんだというふうに、内務省ですよ、当時一番大きかった省庁です。そこが一生懸命国民に啓発する資料なんですね。資料というものがあります。それを現代語訳して、そこに、まあ、私の思いなんかを少しですねコラム的に書き加えた本をですね、早ければ1月に出版したいと思っているんですね。これは普段街頭でも言ってることなんですけども、情報というものが非常に大事です。先ほど一生懸命後書きのところを書いてました。これも街頭で言ってることなんです。とにかく情報が大事だと。日本人はっていうと、そのね1941年の時も書いたんですよ。日本人はっていうと人が思って戦うことだと思ってるけど違うよと、ね、もう当時から言ってる、80年前から言ってるわけですね。とにかく戦うだけじゃないんだと、情報がいかに大事なのかということを、まあ皆さんに知ってほしいという書き出しです。その中で歴史の知識もすごく大事ですよということ。日本のメディアの報道は基本的に欧米寄りですよね。でちょっと中国とかロシア寄りのこと書くと親ロ派だとかスパイだと言われてしまいますね。フラットに見てもダメなんです、ね、いやそれはアメリカと同盟国だから分かりますけど、ね、でもフラットに物事を見るって大事じゃないですか、歴史的経緯を追いながら。でもそれすらできなくて、もうこれが正しい答えなんだと、それ以外はもんです。そういったことをもう一回ですね、学校の勉強で習ったことももう一回疑ってかかって、メディアの報道もバイアスかかってるんじゃないかと思って立ち止まって考えて、もう一回我が国の今の現状、なんでこうなったのかっていうことを立ち止まって考えないと、いくら総理ダメだダメだってみんなで総理にあだ名つけて叩いたって何にも変わらないんですよね。官僚叩いたって変わらないんですよね。でマスコミ叩いたってダメなんです。だから私たちがじゃあどういう仕組みを作ればいいのかっていうことを自分たちで考えて提案して、それをこういった民主主義の制度に乗って選挙とか政治をやって、みんなでちょっとずつ組み上げていくしかないんですよ。
これ以外に方法があったら私教えてほしいんです。これしかやりようなくないですか。そうだねえ、だってそうじゃないですか。私もロンボールついてから、というかもう政治の世界入ってから20年近く経ちますけど、ずっと同じことやってるんですよ。で、政権交代もありましたけども何にも良くならないね。で、その間に経済がもう空転して失われた30年でしょね。給料減ってね、物価上がって税金も倍になってね、何にもいいことないじゃないですかね。でも、まあ、相変わらず同じことをみんなやろうとするんですよ、誘導されて。だからこれじゃあり地獄みたいなもんだから、だから私たちは参政党っていうプラットフォームを作って、みんなで誰かを敵にするんじゃなくて、もう一回私たちがこの20年30年やってきたことを振り返って、何をやってきたのか、どこに間違いがあったのか、そしてその原因は何なのか、何かね、大きな情報戦に踊らされていないのか、そういうことをみんなで検証しませんかって言ってるんですけど、やってもらえませんか皆さん。それだけなんですよ、参政党が言ってることは。それに参加してみんなで一緒に考えましょう。で、その中で仕組みを作っていって、そういうことを発信できる人を増やしていきましょうということなんです。だから愚直に地方議員の選挙、今日もね、投票日でやってますけどもね、今日開票も出ます。もう毎週のように選挙がありますね。もうとにかく私は党員の皆さんに、地方議員の方の選挙がある、地方議員の選挙があればね、ぜひ出てもらってくれと。それ出てもらって、街頭で、そして議会で、こういったことを問題提起してくださいと。問題提起から始めないといけないんじゃないですか、おかしいっつって。ね。だっておかしいんですって、本当に。ね。だって、あれかもしれないけれども、大事なのかもしれないけれども、もっと大きな、ね、利権構造とか、その国民にとって良くないね。政治は利権の、まあね、要は付き合いだから、利権っていうかね、それは全部悪いとは言いません、僕は。そんな綺麗事は言いません。けども、ね、利権作るのもいい。ね、もう国民わかんないところで上手にやることも 100% 否定はしません。でもですよ、国民にちゃんとメリットがいくような形でやってくださいよ。ね、国民が本当に儲かるんだったら、多少利権作ってもいいですよ。その利権が国民に分配されるなら、最終的に。それが結局振り流れていったらね、得するのはその公務員とか国会議員とか、その業者の人たちだけじゃないですか。最終的な利益は振り流れていったらダメでしょね。そこなんです。日本人が情報戦に勝ち抜くために一番大事なことは、一人一人が誠の日本人になることだって書いたんですよ。真の日本人になることだって書いたんですよ。ちゃんと何が日本の国益かを考える。自分がやってることが誰かの、ね、損害になっていないか、自分が何気なく話してる情報が相手側に漏れたら利用されるんじゃないかとかですね、そういうことがですね、ちゃんと書いてあるわけです。で、そういう意識をみんなで共有して教育していくことが大事だって、私これ賛成党の人が書いたんじゃないかと思うぐらいの本でしたよ。ねえ、言ってることほぼ一緒ですからね。だから今我々が直面してる問題ってね、急に始まったことではないし、今私が挙げたようなね、いろんなテーマって結局ね、の中で構造を作られて、日本にお金が残らない仕組みにされてるんじゃないんですかっていうことを私は問題提起したいわけです。そうじゃなければね、こんなに日本人貧乏にならないですよ、こう働いててね、ちゃんとね、我々働いてるわけですよ。なんで日本だけが成長しないんですか。なんでだけが成長するの、ね、仕組みがおかしいでしょ。でなんでこんなに税金ばっかり上がるんですか。インボイスとか本当やめてくださいよって話でしょ、ね、いや私も会社やってますから、もうしぶしぶ登録しましたけど、すごい事務量増えてるんですよ。誰もハッピーにならないですよ。税金集める人だけですよ、ね、生産性上げるんでしょ日本人の。インボイスやめたら生産性上がりますよね皆さん。ねえ、無駄な仕事作んなって話じゃないですか。ね、もっと税金とかも簡易にして分かりやすくすればいいわけですよ。ってこの手で取ろうとせずに、もっといくら稼いだらいくらって分かりやすくして、そんなね、脱税とかね、節税とかしなくてもいいような、もう分かりやすい仕組みにして、集めたお金が何に使われているか、ちゃんと払った分同等以上のサービスが国民に提供されてるんだったら、国民だって怒らないですよ。デンマークは日本より税金高いって言われてますけど、国民の4割が税金上がってもいいって言うそうなんです。
払ってる以上のサービスがあるからって。日本人そういう感覚全くないですよね。払ってる以上にサービス受けてるって思えないじゃないですかね。そのことをですね、みんなで声上げていかないとね、ただただ人の批判をしたりとか政党の批判をしたりとか、そんなことしてても何も変わらないんです。だから私たちはよく言うんですよ、別に参政党が嫌いだったら参政党応援しなくてもいいと。嫌いだ嫌いだと言いながら文句言わないでくれと。嫌いだったらもう、ね、見ないでいいんですよ、ね、自分たちが好きな政党を応援すればいいし、自分たちで好きな政党を作ればいいんですよ、ね、おかしいと思うんだったら自分たちやればいいんです。私たちはこういった私がいつも話しているようなことをやるために集まってるんですね。それを実現しようって言ってみんな一生懸命、ね、やってるんですよ、ね、それをやらないといつまでも日本人同士で足を引っ張り合って重箱の隅つくような議論をしてやってて、誰が得するんですかって話ですよ皆さん、ね、戦い相手を間違えないでくださいってことです、ね、やるべきことを間違えないでくださいって言いたいんです、ね、人生は有限なんです、ね、僕もこの国政改革の皆さんもみんな人生有限なんですよ。命のろうそく削ってやってるんです、ね、不毛な争いをしたくないんです、ね、私たちは日本の国益を守りたいわけ、子供や孫の世代にちょっとでもいい日本を残したいわけです。そのためにみんなで情報を共有してやるべきことを一人一人でやりましょうと。で、参政党っていうプラットフォームが使いやすかったら使ってくださいと。使いにくいとかおかしいと思うんだったらやめりゃいいんですよね。別に無理して残ってくれて頼んでませんからね。それはね、政治ですから意見の合う合わないはありますね。そんなの全部自分たちの思い通りにならないしね、やっぱり最終的には数の意見の、数が多い方に行くわけですよ。それ100人がいて100人をみんな仲良くさせてくれとかね、100人全員大事にしてみんなの意見聞いてくれとか、そんなの僕は神様じゃないから無理ですね。目的に向かって最小限最短で進む方法は何か、その中でどうやってこうやって一緒にやってくれてる人、特に現場で頑張ってくれてる人たちの思いが形になるようにするにはどうすればいいのかとね。時にはね、団長の思いで切らないといけないものは切らないといけないし、きついこと言わないといけない時もある。僕だって人間ですから、誰も喧嘩もしたくないし嫌われたくもないね。なんだったらもう政治だってやりたくないんですよね。だっていいことないじゃないですかね。でもそんなこと言ってみんなが逃げててやらなかったらね、結局大きな仕組み作る人たちの手のひらの上に乗せられちゃうから、それは嫌なんです。僕も嫌だし、そんな状況を子供たちに残したくないんですね。皆さんもそんな思いでしょね。だから頑張ってるんですよ。だから何億円も今お金がねちゃんとストックできて、それで皆さんにこうやって100人立候補してもらえるわけじゃないですかね。そういった現実の積み上げをしっかり見てくださいよ。でも本当これは皆さんにありがとうです。お金いただいたの皆さんだから、僕は何億を出したわけじゃないんです。ただ僕はそのプラットフォームを作ってね運営してるだけです。だからせっかくこれができてるんだから、今あるこういったものをね、もともと持ってる大きな目標に向けてどうみんなで進めていくかです。そういう議論をみんなでやっていきましょうね。でもそれ以外の議論したい人は好きに外でやってくださいね。僕たちの時間や労力を奪わないでくださいね。そこにかまってる時間がありませんね。そうなんです。だからもしね、私が今事務局長やってるやり方がどうしても納得できないんだったらやめていただいて、自分たちで新しく作ってくださいね。作れますから誰でも政党はね。で一生懸命やってくださいよ、皆さんが納得できる方法で。でもその人たちが集まった集まったでまだ中でも揉め事起きますから、人が集まるってそういうことなんですね。そんなね、小学生でも分かるようなことでね、来年とか3年とかどうなります、世界。台湾でもね選挙あるし、ロシアでもあるしね、アメリカでもありますよ。で日本も総裁選まであるかもしれない、解散もあるかもしれない。ものすごい今ね世界のターニングポイントじゃないですか。なんでこんな大事な時期に小さいことでぐちゃ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 とやってるのか、僕には意味がわからないですね。何のために参政党なんですか。何がしたかったんですかね。日本を皆さんどうしたいんですか。
ね、日本人同士で喧嘩し合って、それの世界の大きなうねりの中にもう取り残されて、日本がどん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 ダメな国になっていってもいいんですか？それは嫌なんですよ。それが嫌だから作ったのに、なんでその中で争いが起きるのか僕はよく分かりません、ね、だから別に参政党の中だけじゃなくて他の政党でもそうだと思うんですよ、ね、政策の議論は必要だと思います。戦わせればいい。でも個人の誹謗中傷したり、人格攻撃やったり、ネットでワンワン叩いたり、そんなのね、自己承認欲求とストレス発散にはなるかもしれないけど、ね、生産性がないですよ、本当に。そうじゃなくて、今のこの現状をどうすればいいかです。じゃあどういう仕組みを作ればいいか、どこにみんなが注力すればいいか、子供たちにどういう環境を作ってあげればいいか、ね、気にならないためにどういうものを作ってみんなで食べればいいか、そういうことを考えて形にしていきましょうよ。それをみんなでやりたいのが参政党です。そういう人たちが残ってね、一生懸命毎日全国でこうやってね、なんかもうウルトラマン大集合みたいになりましたけどこういうウルトラマンがいるわけですよね。ありがとう。今私は代表を預かっています。事務局長もやっていますね。権限は持ってますよ。予算権、人事権、私が持ってますね。独裁だって言われますね。でも今はもうそれで勘弁してください。もう独裁だって言われてもしょうがないかもしれないね。でもね、その力をみんなのために使えばいいんでしょね。結果を出せばいいんでしょね。で、実際に国政選挙勝ちましたよね。地方議員100人以上出しましたよね。何億を集めて100人出しますよね。それが参政党の実績じゃないんですか。なんでこれだけやって文句やるのか分かんないですよ、僕には。これ以上何をしようって言うんですか、ね、だからこれを、ね、せっかくみんなで作ったこのチャンスを潰したくないから一生懸命やってるんです、ね、で、もう何回も言います、ね、100人いたら100人の満足にはならなかったかもしれない。嫌な思いした人がいるかもしれない。申し訳ないです。ごめんなさい。ね。謝れ、謝れって人がいるんですよ。謝りますよ、何回でも。謝って済むんだったら。ね。でも謝るだけじゃ済まない。必ず次の要求が来るから、謝ったら。ね。だから、もう今、足を止めてられないから、ね。こういうことをやってるんです。ね。で、それ私だけじゃないんですよ。本当に多くの人たち巻き込んでやってるんで。ね。リアルでしょ？みんな全国から集まってるんですよ。ね、こういう人たちの人生背負って一緒にみんなでやってるから、すごいプレッシャーなんですよ。逃げ出したくなるんですよ。もう誰か変わってくれないかなって思っちゃう時あるんですよ。ねえ、皆さんの僕だったらそう思いませんか？一人で全部背負えますか？ 100% 神様みたいにみんなの要望を聞いて、みんなが満足でハッピーにやれるような天国みたいなとこできますか？人間の集まりの中で。できないんですって。できないことをやれやれ言われてもですね、それ無理なんだ。ね、できる限りのことをやって、形として、2025年の参議院選挙があるときまでは、とにかく今の体制で行くってもう僕はずっと言ってるんですよ。ね、その時に、ね、皆さんで判断してくださいよ。それがちゃんと結果につながったかつながらなかったか。ね、それで全くダメだったら、その時は、ね、交代しろとか、やり方変えろとか言ってもらってもいいけども、今せっかく積み上がって、ね、大きくなってるのに、ね、叩くっていうことは、それは応援したい人とか参政党を良くしたい人じゃなくて、参政党を潰したい人の意向じゃないんですかって言いたいんですよ。誰ですか、参政党を潰したいのは。ね、それは他の党なのかもしれないし、まあ、もっと言えば僕たちが言ってるのはなのかもしれない。わかんないです、そんなことは。ね、ただ我々は繰り返して言いますけど、日本の国益守りたいんですよ。ね、大きな利権を守りたいんです。1億2000万人の利権ですよ。それ守らなきゃダメでしょ。守るの日本人しかいないんだから。アメリカ人なんか日本のね、国益を守ってくれるんですか。自分たちの利益は自分たちで守るしかないでしょ。だから戦ってるんでしょ。ねえ、何のためにやってるのかの意味がわからないです。それをですね、本当にもう一回ですね、党員の皆さんにも国政改革の皆さんにも胸に、で、何のためにやってるかです。何のために参政党があるのか。ねえ、それをもう一回再確認していただいて、これからますます寒くなります。ねえ、
年末年始はまだ人が多いからね、やる気も出るんです。正月明けたぐらいから急にやる気がなくなります。皆さん寒いし朝暗いしね、でも1月2月の寒い時期を乗り越えてまた春が来ますから、その頃また選挙だってやってきますからね、それに向けて100人で一致団結して、そしてまた党員で一致団結してね、日本を良くするためにみんなで頑張っていきましょう。はい、ではせーのと言いますので参政党コールご唱和ください。1、2、3政党と続けていただければと思います。ではいきます、せーの。